よっかーへぇー久々じゃねえわ、久々じゃねえけど、なんか、あれどんな感じだったっけ、あのイントネーションみたいな感じで今迷いがあった、今日のマリオカートとは。やばいかもしれない、今日の試合は勝負の、あれだからな。今回 DLC が来まして、このなんだ、まあいいか説明はキャラとマップがゆくゆく増えるよっていうのと、予約したら兵法の色違いが選べるよってことで、今回はちょっと白で、でさらに無料でベンツがいやもう無料でベンツがの意味が分かんないんだけど無料でベンツのカートが3つ増えたので、今回このなんか一番ロードスターと言われるなんかすごいかっこいいやつの、ちょっとせっかくだからベンツを使うっていう、でベンツのタイヤで、それに一番合いそうな普通のカイト、このもう兵法までベンツカラーっていうね。じゃあ一回カット。もう完全マリオがいるんだけど完全にマリオやん、あれ完全にマリオやん、あれ似すぎでしょ、あれ作んのうますぎ。あとなんか人外っぽいの一匹、一人いるし、一匹とか言っちゃいけない、一人かもしんないあれどうなってんの、あれどうやったら作れんだ、あれ。いやーこれすごい、すごい、これはレースになる、間違いない。今日、8月27日なんですけど、今日、DLC が配信されたので、多分ベンツ勢が非常に多いと予想される。ワクワクしてます、滑り込みワクワク。個人的にはランダム引いてほしい、ちょっとこの3つだったら。あっはっはまあまあ、こっちのレインボーロードだったらまだ、ポケモンゲーマーさんには負けたくないっていう、こうポケモンゲーマー対決で、だからここは負けたくない。でもレートがクソ高いから多分強いな。完全にベンツ、うわあれ前もベンツでしょ、ピーチ乗ってんのもベンツ、あロイ乗ってんのもベンツかな、あ違う違う、ルドビック。そしてこのアップデート、右にマップが出るようになった、非常に素晴らしいですね。今回のアップデートはマジで素晴らしい。今回のアップデートっていうか初めてなんだけど、俺はアップデート初めて、あっちょい、まあまあベンツだからその辺は大丈夫。今日はもうね、何があってもベンツっていう言い訳で乗り切る。じゃあポケモンゲーマーさんに勝ちでは、今回兵法は、まあ、見ての通りというか軽量級の機体なので、あこれ内側走った方が速いという噂あるから、内側通り、よかったわ、相手も回収、キノコ悪くない悪くないここで団子なのはね、あんまりよろしくない、これみんな飛ぶでしょ、この線ういしで使って使う、そして相手も回収1。今回曲がりやすさは4なんで、軽量級の危ない、マジで危ない、マジで危ないから、それよしよし、とりあえず投げる、とりあえず、あ間違えた、カーブの方向間違えて一気に減速、しかし軽量級だからいける、軽量級だからリカバリが早い。そしてカリントーさんにブーメラン当てて、レンキさんは空中ドドス、無理かそれは無理だわ、内側取ってく、綺麗に。そして9位、この2人目、そして相手は取れない、あ一人落ちてった、一人落ちてった、あれはもうサイキックのことだな、俺が言うんだから間違いない。あれなんかラグって一人落ちたと思ったら、落ちなかった、落ちた、落ちだけに、最高速度が遅いですからね、このカーブではちょっとスター使いたくない、それもだけだった。よし、ここから使う、ここからルドビックさんバーンもう積極的に当たってく、敵は減らしてくんだよ、敵は。最終節、きっちりここからミスせず行きたいですね一応後ろに投げる、気分的なもんで、こちら取ってきっちりインを攻めていかないと、軽量級は最高速度が他の機体に比べたら遅いので、無理のない動き、無駄のない動きだよ無理のない動き、安定行動。それポケモンマスターはどこにいるんだ、兄貴マリオの兄さんにも勝ちだよな、一人落ちてったように見えたか、ラグが、うわ戻ってこい、これを当てるしか俺に勝ち筋はない、無理だ順位が変わらねえ、まあ、このメンツで6位だったらどうなんだ、一応12人走ってるからレートは下がんねえだろ
まあ一応ヘイフォも喜んでるからいいか。もう喜んで例は取れたから。ただこのステージエンコが殺されるんだよな。ポケモンゲーマー早すぎでしょ。完全 S 振ってますわ。これ俺マリオスノーマウンテン選んだけど、どっちかっていうとねじれマンションの方が得意だな。ああま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 あ、カラカラ砂漠別にいいけど、まあ別にここ結構でもなんか一回さえついちゃうと抜かしづらいステージなイメージがすげえある。マリオすげえ高えな、レート。あ、ベンツは、ピーチの車はベンツ。1、はい。後ろもベンツ。ベンツ3台ぐらい。俺も含めて4台。あ、でも、この部屋も可愛いな。あの、色違い兵法と色違い良し使ったやつは全員可愛い。うわ、マジかよ。序盤で引いちゃう、ちょっと危ないからそれ、本当に危ない。それ本当に危ないからね。勝つよ、勝つよ、勝つよ、ダメだよそれは。だからしかもなぜか横にスリップする。あー、これはどうしようかな。まだ早い、まだ早い。とりあえずコインを回収しつつ、ただでさえ足りない最高速度を少しずつ上げていく。これ大事。お、コウヨさん今ダートに突っ込んだな。ブラ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 。行くよ行くよ。あ、ここはショートカットできる、確かに。でもね、俺ここのショートカットいまいち分かってない節があるから、あんまりショートカットできない。オッケー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 、悪くない悪くない。よし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 、とりあえず6人までは上げていく。ここはジャンプアクションしない方がいい。これはいいね、このキノコはいいけど。あ、早く投げてくれ。あ、うわー、いけるいけるいける。あ、結構いいぞいいぞいいぞ。これは1位、すごい独走体制ということが新たになったけど、俺はキノコ、お前はクソクソ。まだリカバリはできる。最悪最悪な事態は最悪だったけど、まだこれ問題は1位この感じだと独走体制に入っちゃう、そしてアイテムが拾えないという最悪な事態。いやでも俺は脱アイテムか。オッケー。団子が団子で団子してるうちにチリとレベリー。あー、うまいな、さすがだ。礼儀が許されねえな、これ。一人抜いても、一人超絶的なショートカットしてみて、結局プラマイゼロみたいな現象になっちゃうんですよね。あ、ここでこれはうまいですよ。しかもあれだからね、全然溶けていいから、さらに加速して、今見ました、あんだけショートカットしたのに誰一人最初に抜けなかったからね、今みんなクソ速いのに。まあ、2個使って悪くない順位ですよ、悪くない順位。ちょっと後ろ、ここキノコ取れることが非常に重要な中で、この引きルート1個潰す潰すなあー、こっから割り込んでくるから、全員一斉に割り込んでくるから、横これ突っ走って、お前は一人でも倒せ、一人でも倒せ。クソがー、まあいか5位か、危ねえ。ロイが花ちゃんバギーで素晴らしいスピードで、まあ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 、ほら、ヘイホも1個順位上げたってことは、これ最終的には3位で動画終われるってことだな、6、5、4、3で。これはどこだ、俺だー、来た、俺のスイーツキャニオンだったら勝てる。名前合ってるけど、スイーツキャニオンで。似せず、兄貴。うん、やっぱレート高いね。俺だってこれ、中の下ぐらいでしょ、ポジション的に。この部屋だと。いや、次、4位だな。4位。あ、兵法のクラクションなんか。あ、やばい、これ、失敗しました。自己申告することで、許されるということですね。素晴らしい。後ろ、色違いよし。彼もまた、1200円の予約をしている。解除されてる。すーごい落ちてるよ、コイン。一気に10枚。最序盤なのに。あ、これいかん。これ一番内側はあそこダートだから、あれ突っ込まされちゃうと試合終了なんですよ。試合終了にするにしなくて、やめろって。エリエリは、うわ、危ねえな。誰かがアゴコーラに使ってて、ここはキノコ拾うことが非常に重要。キノコ拾えってば。ちょっとロイやめてくれ、マジで。それだから、これが強いんですよ。あの、ファイアボールと、ファイアボールと、ブーメランが強いところは、防御相手を無視して攻撃できるのが強いんですよね。その代わり射程が短いっていうのが、
ここで使うのって正しかったかな、ここって同じスピードじゃなかったかな、アイテム回収次のアイテム回収考えたら、まあ、使っていくのもあるかな。あ、やべやべ、あーサッカーしてる場合じゃねえんだって。あ、これはラッキーだな、ラッキーというかここは使ってますね。ここでピッチンショーだ、後ろから怖い、ドッスンが、ドッスンじゃねえ、なんだっけ、あショートカットができないけど、ダート突っ込んでくる、ユニか、渋いな、渋い渋い渋い危なすぎる。7人攻めてきて、あ、ちょっと待って、使うの早かったの、そこのカーブで使えばよかった。後ろがうまそうだけど、このレート帯だったらなんか別に一発食らったらもう無理っぽいから、ここはきっちり相手に回収。あー弱いでしょこれ。ちょいいとおる、うわぁ早いね。じゃあアイテム回収されちゃう、これはナイスハイだ、これはナイスハンダ、うわぁダメです、これ好きです、ツボ八だよこれ完全に、ひどい。え、今1個順位落としてないよな、よかったよかった、死守してるそこは、くそこれは悔しいな、1個順位す、2個順位下げちまったぞなお、ヨシバレ俺氏のみみたいなでも軽量級のヨシバレって結構リスキーなんですよね。まあ選ばれなかったからどうでもいいんだけど、ピーチサーキットは好きなんだけど全然勝てないステージですわあー最後トップ3、トップ3いくよ、このメンツでトップ3は結構嬉しいな、結構てかかなり嬉しい。ルドビックは渋い乗り物乗ってんね。あれなんか全然みんなベンツ乗ってないな、さっき入った部屋すげーみんなベンツだったんだけど、あ、てか俺だけじゃんもはや悲しいベンツとかぶつかられても大丈夫、うん、攻めてって、あ、すごいベビーロゼッタがいるよ、すごい、俺も走る、頑張ろうぜ、すっげーマッキンキンだ。あれね、キンは確かあのなんかいろいろな条件を解放する、あのクリアすると使えるようになるアイテムらしいですね。あのスタッフの帽子に勝つとか、まあまあいろいろあるらしいんですけど、ざっけんなこの野郎やばいな、俺ここで投げても正直しょうがないですよね、投げとこう、これが空中爆発全面核戦争突発、なんでだなんでだまあ悪くない、リカバリーはできる、なんでだでもなるでしょう、これかなりこの団子嫌ですね、マップ見ると、まあまあまあ、そこまで離れてないか、あ、マジでマップ便利だな、まあ、今回、今まで全然見てなかったこと、よし、見えた、スタッフに使って、まあ、リパだったから、よし、うわー、なんだよ、なんだよ、俺は兄貴にやってたかったのに、6位、5位、4位まで見えてくるのか、俺、トップの団子離れすぎでは、ちょっと、トップ3の団子がかなり離れちゃってるね、どうですかね、くそいいな、やべジャンプアクションできなかった、下でパスをしよう、アイテム、アイテムじゃない、コイン回収、インコースを取ってって、キノコ1個じゃな、キノコ1個じゃここか、ここでショートカットしよう、ふぅ、でもみんな知ってたら意味ない、なんか離されてね、下手だったな、ちょっともしかして、きついぞ、こんな回でも、くそ。マンピスが重すぎるんだな、よし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 、でもここみんな団子になってるから一気に順位上げられる可能性はある、まだまだ、ううはい、僕に振れたもの、はい、軽量級だからって僕に振れたものは全員吹き飛ぶ、あー、ルドビックも欲しいになってるけど蛇行しすぎでしょ、あー、ルドビック欲しいんじゃん、いや、そう、このアイテムは拾わないと死ぬのできっちり安定で拾ってきます、うわー、ちょっとエグ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 、抜けねえからルドビック、あーでも4位か、まあ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 、あれに触れて順位落ちるけどか、レートも20も上がるし、まあ悪くないっていうことで、じゃあ今回は、アップデートに伴ってベンツ会でした。ここまでご視聴ありがとうございました。また次の動画で皆さんお会いしましょう。では失礼します。